こんにちは、こんばんは、おはようございます。こんにちは、アグです。アグです。アグです。はい、とうとう来ました。 FJ ピクニックだほいまで残り2日です。今日はですね、 FJ ピクニックだほいの裏側を全部見せちゃいます。イエーイ。何 FJ ピクニックだほいって何やねんって話やねんけど、っていう人もいるかもしれないので、うまく喋れへん。説明しておきますとね、あれはいつだろう、 FJ 仲間のね、名古屋さんがですね、滋賀県に住んでおられるんですけど、滋賀県でオフ会がないとオフ会なりミーティングなりがないと、なんかできへんかなっていう話がもともとあったんですよ。ほんで、いや、ほんだったらやろうかってまたね、軽い一言の口に出しちゃいまして、はい、おお、めっちゃ綺麗、琵琶湖最高琵琶湖最高、いや、ほんなら やろうかってともさんとしげぞうさんと話をしましてね、やろうかって言うてね、まず場所を探んな、今日アイウェイオかきくけこなしすせそう、元ブログ撮んのが久しぶりやね。場所探しをしたんですよ。まあ、いろいろ探しました。ちょっと思い出したのが、僕よく家具のね、オフ会に行ってたんですけど、そういえば希望が丘でも家具のオフ会の時にバイクのオフ会やったかったなっていうのを思い出したんですよ。あれはね、川崎のね、刀かな、忍者かな、まあ、なんせすごい台数集まってたんですよ。それを思い出して、お、希望が丘文化公園だったらできるんちゃうかな思って、すぐに問い合わせたんです。ほんなら、大歓迎ですっていうお話をだったんでね、ほんならやろうじゃん、希望が丘でっていうのが、始まりでして、はい。ほんで、あれや、まあちょっと、この動画、どうぞ。はい、こんなねこんな動画を作って、まあ、参加者を募ったわけですよ。実はなんかね、あんまりそんなでかいことをするっていうイメージじゃなかったんですよ、全然。まあ、楽しく集まればいいかなと、軽いオフ会のつもりでやったところ、まあ、最終的には15台かな、15台の FJ クルーザーが集まりました。はい、その間ですね、スーパーリンドの時にまずトモさんと夜ですね、こんなことができるんだろうかとかね、その日の打ち合わせ、
どういう風にやっていくかっていう打ち合わせをしました。ちょうど初生配信をした時ですねあの時打ち合わせをしたんですよ。でそのアドレスは僕がですね、またうつ病を軽く発症しちゃいましてね、ほんますんませんでした参加者の皆様ほんとすんませんでした。まさかなると思ってへんかったから。でちょっと計画がねスムーズに進んでなかった状況がありまして、はい、アホイをちょっとコラボ企画でやったんですけど、その時にですね茂蔵さんと直哉さんとともさんおられたんで4人で夜打ち合わせをしました。その動画がこちらです。どうぞ。はい、皆さんこんにちは。キャンプじゃないピクニックダホイの FJ 抜けてるわ。 FJ ピクニックダホイの車列についてです。駐車場についてからのフォーメーションを今考えてまして、一応ざっくり、説明 しておきます。いやな、タカユッキーの80ここです、はい、ずっとここです。お願いしますで、それを囲むように FJ を並べます。はい、ここまで分かりますよね。脳内保管せなあかん、これ FJ FJ ですね頭 FJ にしてねで、真ん中に2台白い、白い FJ を並べます。で、これで撮影をします。好きにね、皆さん撮ってもらっていいです。で、次のフォーメーションお願いします。で、真ん中の車はそうなんです、こういうことです。端に戻って、端にいた車が真ん中に来る。で、撮影をする。はい、次行きましょう。はい、こういうことですね。また車がこのように動いて、順番に2台ずつ、もうこう自由に自由に自由に、こうでも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 、これが基本形かな、はい、基本かな。あとはもうお好みで、はい、っていうので、全員が真ん中に来て撮影するという流れをイメージしております。はい、最終は高ゆっきーさんが真ん中に来てパリピシャ、はいドドーンと撮影するという流れです。こう言ってんやん、こう一点来てますんで、はちょっと真ん中にさせてもらっています。はい、という流れで撮影しますんで、今回個々の FJ を撮影するっていう話をしてましたけど、ね、実際YouTube 出てもいいよって言ってるくださってる方もおられましたけど、今回この撮影をどうしてもやりたいんで、もう時間がないんですよどう考えても1人10分ぐらいと考えてるんですけど、だいたい90分かかるのかな、かかるんで、もうきっと90分越すとは思うんで、まあ午後からこれ撮影しようと思ってるんですけど、もうだいたいこれで終わっちゃうんで、もう今回はこれでこの撮影をメインでやりたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。はい、コンボイ情報もまた伝えます。はい、そんな感じでですね、ただ集まるん面白くないやんとね。で、こんな撮影方法で撮影したら思い出に残っていいんじゃないかっていう話になりまして、はい、撮影してたんですよ。撮影した動画の内容は参加者のみに限定で
参加者のみ限定配信をさせていただきました。はい、その後ですね、やっぱり下見必要やろうという話になって、そりゃそうなんですよ。その時点でまあ15台以上かな、集まってたんで、まあ、急遽ねキャンセルで来れなかった人もおられるんですけど、15台以上集まってたんで、いやちょっとちゃんと下見してこの撮影が本当にできるかどうかっていうのをね確認した方がいいじゃないかっていうことで、下見に行った時の映像がこちらです。コンボイの集まる場所なんですけど、ちょうど今ね8時20分こんな感じなんですよ。もうすでにあっちの方は車がいっぱいで、こっちもトラックが止まってたりするんで、バラバラでとりあえず止めてもらって、この地図の前、この前に車から降りてもらって一旦集まるという形にしようかなと思います。まあ、何台コンボイで参加するかわからないんですけど、大津パーキングエリアに8時半集合で、今だいぶ向こう空いてきたんで、あそこら辺に止めることもできます。とりあえず車から降りて、ここの地図の場所、ここにみんな集まると。で、コンボイの説明をします。はい、本空 FM で撮影した方法があるんで、その方法でミオに行く時のコンボイの動画見た方おられると思うんですけど、その方法でちょっと撮影させてもらいたいなと思ってますんで、一応みんなで集まってコンボイの仕方を説明したいと思いますので、よろしくお願いいたします。ここが大津パーキングエリアで、じゃあサービスエリア、大津サービスエリア上りやね、上りでございます。よろしくお願いいたします。だから現地にはちょっと打ち合わせして10時前には着く予定にはなってますけど、よろしくお願いいたします。こっち来たよ。当たり前ですけど、新商社用駐車場に FJ は止めないでくださいね。ここにあるけどね、どこにでも恋人の聖地あんな。恋人の聖地、こんな絶景も拝めます。そんな暇ないかもしれんけど、はい、飛行機飛んでる。場所の位置なんやけど、直屋さん、黒い FJ の方が先に来て待機はしてくれてはるんやけど、その誘導に従ってくれたらいいです。ただ一応説明しときますね。ざっとこんな駐車場なんですよ。はい、この階段を目安に、こっからこう、こっち正面で、こっち正面でと、まず着いた時ね、でこっちにも飛べます。こっち正面で、なので正面向き合わせてここに駐車します。はい、まず来た時はそうです。駐車位置ね。で今撮影のちょっとイメージしてるのは、僕の FJ が今前にいますけど、あの FJ の場所は高ユッキーの80が来ます。でこの状態でちょうど高ユッキーが真ん中で、その両サイドは最初の位置決めをしなきゃいけないので、僕らの車でサイドを埋めていきます。はい、こうで、あとはみんなを誘導しながらこう横に並べていく。なので
こういうハの字に、こういうハの字に並べます、はい、こんな感じですね。で、撮影する車、真ん中に来る車がこのうんこのある場所ね。当日、うんこないですけど、だいたい、この位置、この位置に並ぶと。っていうのが、ちゃんと詰めとかへんかったら、撮影が綺麗に撮れないのと、撮れないの、並べられないので、結構、つべつめに置いていきます。で、撮影なんですけど、脚立持ってくるんで、まあ、脚立の上から撮ったら、こっから見えへんかな。撮ったら全体が映るかなというところです。あとはちょうどこの上ちょっと坂になってるんで、高さがあってね、ここで写真は撮れます。上からね、ざっとこんな感じです。よろしくお願いいたします。こんな感じです。トイレはそこです。あの向こう側に自販機もあります。はい、トイレはあります。トイレです。トイレです。ここら集まってるのはこっちね、すぐらへんか、あそこです、すぐです。で、こっちにも駐車場があります。で、自販機がある。はい、そんな感じで、まあ実際この日めっちゃ暑くてさ、めっちゃ暑くて、ちょっとこんな感じでできひんかなっていうのでやったわけですわ、はい、動画の通り、まずコンボイね、少なくてもいいからちょっとコンボイみんなでやって楽しく行けたらいいんじゃないかっていう話もあってね、今回名古屋方面から来てくださる方々もおられまして、到着時間がね変わってくる可能性もあるんで、そんなのちょっとカメラ到着のシーンってやっぱりね、到着シーンってやっぱり撮っときたいんで、でカメラやっぱ名古屋さんは先に希望が丘の方に行ってくださるっていうことやったんで、ほんなら名古屋さんにカメラ託した方がええなと思ったんで、はい、2日前です。ピクニックだほい2日前に、今から名古屋さんにビデオカメラを届けに行くという、しかも今日バイクの日です、はい。バイクの日にビデオカメラを届けに行くという状況でございます。はい、さて、どうなんやろうね、うまく撮影できてるんかな、うまくいってたら最高、うまくいってへんかったらごめんなさい。そんな感じです。当日の天気予報は今のところ曇りなので結構できると思います。はい、まあ、とにかくね、同じ FJ クルーザーのりさんが集まってね、楽しい企画ができたらなと思ってやっております。はい、できるんだ。計画をする主催者っていうのは大変ですね、まあ、今の気持ち的にはね、まあ、言えばですね、まあ、何台まず集まるかわからないんですよね。そんな中やるわけで、まあ、FJ のりさんやったらね、僕チャンネルで見てくださってる方が多いんちゃうかなと思うんですけどね、まさか15台も自分も入れてね、15台も集まるなんて思ってなかったんで、本当ありがとうございます。はい、でようそれで、まあ途中でよう考えたらね、南大阪支部の皆さんがやっているね、会議シリーズとか、キャンパースデイズもそうですけど、まあ、今度ね、東海もありますけど、まあ、そういうイベントを自分が主催してるんだっていうことに、後から気づいてね。
やっちまったぞこれはと思って、結構僕ら大変なことしてるやんと思って、まあ今回もね、まあ僕のチャンネル主催ではありますけど、サポートしてくれくださってるねメンバーの方々には本当感謝してますし、もうそのメンバーがいないとね、僕はまずできない、そんなできないわけで、はい、本当あの感謝しております、はい、そんな感じで僕はピクニックだほいを企画してるわけですわ。まあ、そういうわけで、最後までご視聴ありがとうございました。今後とも、アグチャンネルよろしくお願いいたします。何か楽しいイベントができればやっていきたいと思いますので、また生配信とかでね、やめてくれやめてくれ、分かってるあの、いやーやめてくれ、うるさい、もうすぐ7時で YouTube をアップしない、アップされるんで、インスタと Twitter に流さなあかんねん、そのアラームですあー耳がはい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイバイバーイバイバイ。結構リアやで、ね無事カメラ渡しました。なかなか FJ とピレンが並ばない。当たり前やけど。ではでは、さようなら。